日は2022シーズン東京ヴェルディのオンライン新体制発表会見をご覧くださいまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行役を務めさせていただきます、高木清香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会見に先立ちましてメディアの皆様にご連絡を申し上げます。本日の会見で撮影した写真および映像はウェブ圧縮サービスを使用し、プレスリリースと番記者の皆様へメールで共有させていただきます。ぜひ本日の会見の報道にご活用くださいますようお願いいたします。なおご視聴いただいているファン・サポーターの皆様に事前の注意事項を申し上げます。個人で楽しむ範囲であれば会見画面の写真での撮影は問題ありません。ただインターネット媒体や SNS などを通じて外部に拡散することはご遠慮ください。また録画や録音は一切ご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。では改めまして本日の式次第をご説明させていただきます。ご覧いただいておりますスライドの内容に従って進行し、会見自体は1時間を予定しております。ぜひ最後までご視聴をお願いいたします。代表取締役社長の中村隆明よりご挨拶とともに東京ヴェルディの事業ビジョンについてお話をさせていただきます。中村社長よろしくお願いいたします。はい、代表の中村でございます。今回22シーズンオンラインという形にはなりますが、クラブとして22年シーズンスタートさせていただきます。スタートにあたりまして、今シーズンのクラブの取り組みの方向、ぜひ皆様にですね、直接お話ができればという形で考えております。まず一つ目です。サッカークラブとしてチームとして、いいチームを作っていくと、これは何よりも大切な大前提になりますので、昨シーズンの、いいところをしっかりと継続し、そこに対してさらにより伸ばしたいところを積み上げるというところを中心に強化部と話し合いながら編成臨みました。選手の構成についてはすでに皆様ホームページであったりとか、いろんなところでご覧いただいているとは思うんですけれども、多くの選手に残っていただき、加えてユース出身、大卒出身、そして他のチームで活躍している選手加入ということで、そのミックスがすごくいい形で編成できているのではないかなというふうに考えています。でさらに選手にはですね、新体制の発表の前のチームの指導のミーティングでも全員で話したんですけども、一人一人持っている力を 100% 発揮してもらえればすごくいい試合ができるしサッカーができるというふうに考えているので、ぜひその力を発揮してほしいという話をしました。でかつそれが一つのチームとして作り上げていき、最後42試合目、我々が目指す結果を勝ち取るというところに行きたいというふうに思っています。で2つ目はですね、それを支えるスタッフです。スタッフに対しての強化を行っています。これはコーチ、トレーナー、コンディショニングの調整であったりとか分析もそうですし、エクイプもそうですし、やはり選手だけでは戦えない、その選手をサポートする現場のスタッフですね、堀監督のもとにしっかりといいチームを作っていけるような、そういう取り組み今期しっかりとやっていきたいというふうに考えています。で3つ目はですね、トレーニング環境、ここを整備していきたいと思っています。これはいろいろウェイトルームであったりとか、クラブの練習環境であったりとか、そういったところですね、ここに関してもしっかりと向き合ってやるべきことをやっていきたいというふうに考えます。で4つ目です。さらにそれを裏支えしているフロント、事業側のスタッフですね、ここの組織体制に関しても強化整備していきます。選手もプロですし、ただスタッフもプロであるべきだということで、プロフェッショナルがしっかりと
働ける、そういった環境にしていきたいと考えています。で、最後5つ目です。まあ、組織をどう整備していくのかというところ、まあ、制度のこともありますし、仕組みのこともそうでしょうし、整備をしていく必要がありますので、そこに関してしっかりとやるべきことをやっていきたいと思います。で、まあ、こういう取り組みをしていきますと、やはり事業の規模が拡大していくし、質を高めていかなければいけない、まあ、そこに関してもしっかりとパートナー企業の皆様、親会社、そこと密接に連携をしながら、縮小均衡にならない形でしっかりと成長できる、そういう事業環境を会社として整えていきたいと思います。まあ、我々昨シーズンユナイトアスワンというテーマで1年を戦いました。まあ、これはいろいろなことが起きて、ともしたらバラバラになるかもしれない、そんな大きなリスクのあった1年だったと思うんですけれども、そこに関わる一人一人の努力と取り組みの結果、シーズンをしっかりとした形で終了させることができたと。なので今シーズンに関しても、その一致団結して戦っていくというユナイトアスワンというテーマに関しては、ぜひ継続させていただきたいというふうに思っているんですが、ただそれに加えて今シーズンは全員がもう一歩前に進みたいということで、ユナイトアスワン、ゴーイングフォワードという形でスローガンを進化させていただきます。選手も一歩一歩、一試合一試合、一勝一勝の積み上げですし、スタッフも一つ一つの取り組みの積み上げですし、ファンサポーターとの関係もその積み上げですし、パートナーさんもそうですし、ホームタウンの皆様もそうですし、ボランティアの皆さんともそうですし、関わる全員が一つになるだけではなくて、さらにそこから一歩進む、その進んだ結果が目指すべき J1 であり、勝利であり、喜びだと思います。ぜひ皆さんで2022シーズン一緒になって戦っていきたいというふうに思いますので、今シーズンの応援よろしくお願いします。中村社長、ありがとうございました。こちらが2022シーズンを戦う東京ヴェルディのファーストユニフォームになります。2022年ファーストユニフォームのコンセプトはビクトリー社員後期三千です。パイオニアが飛躍し鮮やかに光り輝く、伝統と革新を胸に成長を遂げたヴェルディが輝く時が来ました。これまで我慢の日常を過ごしてきた東京、それを乗り越えた2022年に歓喜を。ヴェルディに関わるすべての人々に明るい未来が訪れる願いを込めました。デザインは袖にビクトリー、勝利の輝きを意味する光線を
パイオニアゴールドで表現。ファーストユニフォームでは初めてボディにゴールドを使用したグリーンとゴールドのベルディブランドカラーのデザインです。カラーはフィールドプレイヤーはベルディグリーンとパイオニアゴールド、ゴールキーパーはワインとなっています。なおユニフォームの販売につきまして、会員先行販売はこの後14時から明日17日月曜日いっぱいまでの受付、一般販売はあさって18日火曜日の10時から23日日曜日いっぱいまでの受付で、それぞれ開幕前までにお届けいたします。ぜひこのタイミングでお申し込みください。なおセカンドユニフォームにつきましては、後日にデザイン発表および先行販売方法をご案内予定です。詳細はクラブ公式ホームページにてご案内いたします。今しばらくお待ちくださいませ。続きまして、ユニフォームパートナーをご紹介いたします。メインユニフォームパートナーは日本ガス株式会社様。5シーズン目のユニフォームパートナーとなり、今年もメインユニフォームパートナーとしてご支援をいただきます。ここで日本ガス株式会社代表取締役社長執行役員和田真嗣様より皆様にメッセージを頂戴しています。ご紹介させていただきます。弊社はメタバースに代表される新しいテックの活用で、スポーツコミュニティの新たな可能性に挑戦する東京ヴェルディの活動に昨年以上の思いで参加させていただくことを決断いたしました。今年もサポーターの皆様とともに一部リーグ復帰を目指して熱き思いで応援を続けさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。日ガス様、和田社長、ありがとうございます。続いてユニフォーム鎖骨パートナーはセガサミーホールディングス株式会社様。今年で2年目となるご支援をいただきます。セガサミーホールディングス株式会社代表取締役社長グループ CEO 里見春樹様よりメッセージを頂戴しております。ご紹介いたします。昨シーズンに続き東京ヴェルディのパートナーとして応援させていただくことを決定いたしました。ヴェルディは必ずやリーグ優勝、そして悲願の J1 昇格を果たし、セガサミグループのミッションである感動体験を創造し続ける、社会をもっと元気にカラフルにを体現してくれるチームだと確信しています。私たちもエンターテインメント企業としてチーム、サポーターの皆様の喜びや驚き、感動の創出に貢献してまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。セガサミ様、里見社長、ありがとうございます。続いてユニフォーム背中パートナーは株式会社魅力情報サービス様。今年で節目となる15年目のご支援をいただきます。株式会社魅力情報サービス代表取締役社長是枝裕樹様よりメッセージを頂戴しております。ご紹介いたします。2008年にスポンサー契約を締結してから14年間コーポレートパートナーとしてチームを応援してきました。2018年からは引き続き CSR パートナーとしてサッカーを通じた地域貢献活動を共に推進しています。弊社がスポンサードして15周年を迎える今シーズンこそ悲願の J1 昇格を成し遂げられるよう検討を期待しています。 MJS 様、是枝社長、ありがとうございます。続いてユニフォーム背中裾パートナーは株式会社 E グランド様。今年で9年目となるご支援をいただきます。株式会社 E グランド代表取締役江口久志様よりメッセージを頂戴いたしました。ご紹介いたします。東京ヴェルディのサポーターの皆さん、昨年は
浮き沈みの差が激しい1年でしたね。大勝の開幕戦、まさかの7失点。夏前の5連勝からアウェー8連戦での停滞。さらに激しい場外乱戦。しかし終盤の7試合は4勝2分け1敗の好感触で終了できましたね。だから今年は期待しています。いろんなことがあっても応援したくなるヴェルディ愛にすっかりハマって9年目。今年も母性愛があふれるサポーターの皆さんと共に熱く応援します。イーグランド様、江口社長、ありがとうございます。続いて株式会社アスレタ様、今年で11年目となるご支援をいただきます。アスレタ様、ありがとうございます。最後にユニフォームパンツパートナーは今シーズンより新たにゼビオホールディングス株式会社が入ります。トップチームだけではなくベレーザ、アカデミー含めた全カテゴリーのパンツパートナーとして入ります。ではゼビオホールディングス株式会社よりメッセージをご紹介させていただきます。今シーズンよりクラブ発展のため男女全カテゴリーを下支えしていくというメッセージも込めて全カテゴリーのパンツ部分にロゴを入れさせていただくこととなりました。ゼビオグループです。 J1 昇格を目指しクラブ関係者の皆様、ファンサポーターの皆様、ホームタウンの皆様、パートナー企業の皆様、ヴェルディを愛するすべての皆様と力を合わせて精一杯サポートしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。なおその他のユニフォームパートナーにつきましては現在交渉調整中でございます。決定次第皆様にはご案内をさせていただきます。続きまして2022シーズンのプラクティスウェアのご紹介です。デザインはこちらになります。プラクティスウェアメインパートナーは光レンタ株式会社様。今年で2年目となるご支援をいただきます。光レンタ株式会社代表取締役社長井口道夫様よりメッセージを頂戴いたしました。ご紹介いたします。平成5年待ちに待った J リーグがスタートしたとき、私はテレビの前に釘付けとなりました。そこに映し出されたのが当時のヴェルディ川崎でした。地方に住む者にとって味わったことのない感動でした。光レンタ株式会社は100年後の地球と子どもたちを守るを企業理念に掲げ、東京ヴェルディ様を応援させていただくことでスポーツが持つ感動や喜びが世界中に広がっていくことに少しでも貢献していきたいと考えています。昨年はコロナ禍の中、サポーターの方々の応援も規制がされ、声が届きにくい中での苦しい試合が続いていたかと思います。今年は J1 昇格を全力で応援いたします。光レンタ株式会社様、ありがとうございました。なお本日はお時間の都合上ここではご紹介できませんでしたが、他にも数多くのパートナーの皆様に2022シーズンも継続してご支援をいただきます。また新規パートナーも新たに複数社様よりご支援をいただくことが決定しています。パートナーの皆様、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。ゴールキーパー1番マテウス、21番長澤優也、31番高際徹、41番佐藤久也、ディフェンダー2番深澤大輝、3番ンドカ・ボニフェイス、5番平智弘、15番馬場聖也、
16番山越康平、22番佐古麻也、23番谷口博人、26番加藤蓮、28番山口達也、32番宮本優、ミッドフィルダー4番梶川亮太、6番山本リヒト、7番森田浩輝、8番井出春也、9番杉本龍司、10番荒井瑞希、14番石浦大河、17番加藤光健、18番バスケス・バイロン、19番小池純喜、20番あの真宙、24番奈良和雄太、25番稲見哲幸、33番橋本陸人、34番西谷亮、フォワード11番花戸仁、13番坂野豊文、27番佐藤亮雅、29番川村圭斗、監督堀高文、コーチ保坂信行、コーチ長嶋博明、ゴールキーパーコーチ湯原武明、フィジカルコーチ石井貴則、分析コーチ山本大輝、通訳岩内源太、ドクター上村健太、ドクター谷口優、アスレティックトレーナー山本潤、アスレティックトレーナー川村俊平、アスレティックトレーナー高原亮、フィジオセラピスト平正明、マネージャー後藤雄一、エキップ佐藤隆、エキップ大和潤。以上が2022シーズン東京ヴェルディの選手スタッフとなります。今シーズンも熱いサポートをよろしくお願いいたします。続きまして教科部長の江尻敦彦より昨シーズンの振り返り、そして今シーズンの抱負目標を含めまして皆様にご挨拶を申し上げます。江尻教科部長よろしくお願いいたします。はい、今年も教科部長をやらせていただきます江尻敦彦です。よろしくお願いします。昨シーズン、12位という成績でした。私の中期のビジョンとして、あと2年後に J1 を目指すという形を、中期ビジョンとして出させていただきました。その、大事な1年になると思います。その1年に向けて昨シーズンの反省を踏まえて、今シーズン、チーム編成と、その課題の修正という形で今シーズンこんな目標を立てましたので見てください。はい、まず攻撃面、これは永井前監督からボールを動かすボールポゼッション、ここは継続して堀監督体制でもやっていきたいと思っています。その中で具体的にポジションの流動性、ここはポジションを固定するんじゃなくてポジションを入れ替えりながら、特に後ろの選手が前を狙っていくと、前のスペースへどん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 出ていく、そのポジションに対してまた穴埋めをするという形を取っていきたいなというふうに思っております。
ボールホルダーを追い越すサポート、これも今の後ろの選手が前のスペースを取りに行くことと同じように、ボールホルダーの選手を追い越すサポートをもっと数多く、特にサイドの選手には増やしていきたいなというふうに思っています。あとはやっぱりシンプルな背後を狙う動き出し、これはもうあのサッカーでは大原則なところをもっと増やしたいと、特に我々は攻撃的な姿勢で今攻撃のスタッツ、チームの合計ゴールが62ゴール、これ昨シーズン J リーグで5位、ボール支配率2位、ペナルティエリア進入数5位、シュート数は19位、シュート成功率は 13%、これはリーグ1位なんです。我々のサッカーのスタイルからしてみて、ボールを大事に相手を押し込む、押し込んだ時にどうやって点を取っていくかということは昨シーズンある程度答えが出せたと思っています。ここを継続しながらやっていきます。それと、シュート成功率というものすごいこの 13% というのは高い率です。ただシュート数が19位と少ないというのもこれに比例しているのかなというふうな部分もあるので、シュート数も増やしていきたいなというふうに思っています。今挙げた課題をプラスアルファ、付け加えていきたいなと思っています。特に、ゴール前にブロックを組まれた状況の時にミドルシュート、クロスからの、ゴール、ここを増やしていきたいなというふうに思っています。特に課題である守備面です。66失点、これは J2 リーグで、下から3番目です。3番目という66失点をどういうふうに減らしていくかということが、課題になっていくというふうに思っています。そのためには、後ろの選手だけ強固にしていくという形でなくて、チームとして意図ある、守備を前線からどういうふうにしていくかということが大きな課題になっております。それと、我々のスタイル、相手を押し込む時間が長くなります。その後にミドルシュート、クロス、スルーパス、当然チャレンジのパスが増えたら失うリスクも高くなります。その後に、攻守の切り替え、これを素早くしてなるべく相手陣でボールを奪ってしまうという子たちをたくさん作っていきたいと思います。奪うことによって、1つのパス、2つのパス、もしくは5秒以内でシュートまで持っていくという形を、ショートカウンターから、得点率を上げていくという形を増やしていきます。今のような守備をすることによって攻撃にも、プラスになっていくと思いますので、こういうスタイルを作っていきたいと思っています。はい、あとは高い位置でボールを奪う回数を増やすということで、このデータを見てもらえれば分かるように、横浜マリノスさん、フロンターレ、川崎フロンターレさん、 J1 での1位2位という上位を争うチームの、アタッキングサード、ミドルサード、ディフェンディングサードの割合を、比較してみました。マリノスフロンターレは、アタッキングサードでボールを切り替えて奪う率がやっぱり 9%、 川崎さんにはだっては 9%、 我々は、永井前監督の時には 66.5%、堀監督になってからは 8.8%、 ここは伸びています。マリノスを超えるような攻守の切り替えで高い位置でボールを奪えています。これを意図的にもっと具現化しながら今シーズンやっていきたいなと。特に次のミドルサード、相手を切り替えのところとセットした状況で前線から守備をはめていく、その次の縦パスをミドルゾーンで引っ掛ける、そしてショートカウンターに持っていくという形をもっと意図してチームとしてやっていこうと思っています。ディフェンディングサードまで持ってこられた率を比較していれば一目瞭然だと思いますけど、 50% 台をなんとかフロンターレ、横浜マリノスと同じように 45% ぐらいに持っていき、ミドルサードではやはり 45% 以上の確率を必ず持っていけるようにしていけば、失点数が減っていくというふうに思っております。はい、この一例なんかは、攻守の切り替え、ボールを何秒で奪ってかということも堀監督になってからは成績が上がっています。あとは、我々のスタイルでカウントは受けないという形でも、数字は上がっていきます、上がっていっています。はい、あとは、課題にも挙げたクロスの対応、これが大きなポイントになってくると思いますので、相手に触られてしまっている成功率を見ると、やはり失点数が多くやられているところはクロスの対応
そのところではボールホルダーにしっかりプレッシャーをかける、簡単にクロスを上げさせない、それと同時に上げられた時にしっかりマークの枚数を同数にする、しかも、いいポジションを取ってマークをつかむだけじゃなくて相手よりも先にボールを触るという形を徹底したいと思います。あとイレギュラーで、2列目から飛び込んでくる上がってくる選手の対応、大外から上がってくる選手の対応、特にシステム上の、ボタンの掛け違いがあるような我々が 4-4-2 のスタイル、相手が 3-4-2-1 ワイドに1枚置いてある選手に対しては我々の、4-4-2 のブロック組んだサイドの選手がしっかり逆サイドの、マークをついて戻すというところと、ボランチがしっかりペナルティエリアの2列目から入ってくる選手をつかむという形でしっかり数的同数を作るということをもっともっとクロスの対応として明確にやっていきたいなというふうに思っています。あとはやはり拮抗したゲームの中で勝負を分ける、勝ち点3を奪う、勝ち点1を取っていくという形ではセットプレーというのは大きなポイントになります。去年も割合としたらやっぱり 35% 40% ぐらいに得点を取ったり、それをの、30% の質を 20% に持っていければ、セットプレーのところの大きな部分がこちらに優位に働くと思いますので、やはりここもしっかり相手のある分析と我々の強みであるセンターバックの、ボニー・ムドカ選手、また新加入した山口選手、坂野選手をうまく使っていきながらそういうところを伸ばしていきたいなというふうに思いますし、守備のところはやはりゾーンなのかマンツーマンなのかしっかり分析して相手よりも先に触る、相手をしっかり掴むということを徹底してやっていきたいと思います。はい、以上のことをクリアできれば今年失点数も減りながら得点のところは継続していくという形でしっかりとした結果が出ていくのではないかというふうに分析しました。チームの今年の編成もそれによって新しく大学生、それとピンポイントで補強した選手、こういうところが意図した部分だというふうにご理解していけいただけるのではないかというふうに思いまして、今年しっかり戦っていきたいなというふうに思っています。何よりもサポーターの声援が一番選手の後押しになると思いますので、しっかり、我々やっていくつもりでいるので、しっかり温かい熱い応援をよろしくお願いいたします。一塁強化部長ありがとうございました。続きまして、東京ヴェルディ監督堀貴文より今シーズンの抱負とともに皆様にご挨拶を申し上げます。堀監督よろしくお願いします。今シーズン監督を務めさせていただきます堀です。歴史と伝統のあるヴェルディというクラブで素晴らしい選手とスタッフに囲まれて新しいシーズンを迎えられるということを非常に嬉しく思っています。我々チームは今日開幕へ向けて準備を始めました。ヴェルディらしい攻撃的で躍動感のあるサッカーを追い求め、また、昨シーズンの課題となる部分をしっかりと、自分たちで見つめ直し、皆さんに、楽しんでいただけるような、そして、喜びや感動を届けられるようにしっかりと準備をしていきたいと思っています。では最後にサポーターの皆さんに一言メッセージをお願いします。いつも、我々のことを応援してくださるファンサポーターの皆さん、その応援というのは本当に我々の大きな後押しになりますし、多大なるご支援をいただくパートナー企業の皆様の力というのも我々の後押しになっています。今シーズン対戦相手がアジスタで戦うのは嫌だと、そういうふうに感じてもらえるような戦いを一緒にしてくださると嬉しいと思います。ヴェルディに関わるすべての皆様が笑顔になれるようにしっかりと準備して、開幕を迎えたいと思いますので、今シーズンともに戦ってください。よろしくお願いします。堀監督ありがとうございました。続きまして、
今シーズンより東京ヴェルディに加入しました選手をご紹介してまいります。13番フォワード坂野豊文。16番ディフェンダー山越浩平。31番ゴールキーパー高際徹。18番ミッドフィルダーバスキス・バイロン。25番ミッドフィルダー稲見哲幸。32番ディフェンダー宮本優。29番フォワード川村ケイト。23番ディフェンダー谷口博人。26番ディフェンダー加藤蓮。22番ディフェンダー佐古真也。34番ミッドフィルダー西谷亮。以上の11名が今期の東京ヴェルディの新加入選手となります。ではこれより新加入選手からのご挨拶とまた質疑応答を始めてまいります。選手の皆さんは名前が呼ばれた後にご起立の上ご挨拶をお願いします。さてでは初めに松本山雅 FC より完全移籍で加入しましたフォワード坂野豊文選手、ご自身の、ご挨拶とそしてプレーの特徴を教えてください。はじめまして、松本山雅から加入しました坂野豊文です。自分のプレーの特徴は、フォワードなのでやっぱり点を取るところで特にワンタッチゴールが多いと思うのでそこに注目してもらえればと思います。目標は何かありますか？今年の目標ですか？はい、目標は、まずは怪我せずにシーズン通して試合に絡むことと、あとは去年得点が少なくて悔しい思いしたので、それを晴らせればと思います。サポーターの皆さんに何かこう名前こう呼んでもらいたいとかありますか？どこのチームでもトヨって呼ばれることが多いのでトヨって呼んでもらえれば嬉しいです。わかりました、はい、豊選手ありがとうございます。では続きまして大宮アルディージャより完全移籍で加入いたしましたディフェンダー山越浩平選手、山越選手もご挨拶とまずご自身のプレーの特徴を教えてください。大宮アルディージャから来ました山越浩平です。自分のプレーの特徴はヘディングと対人の守備です。ご自身の今期の目標もお願いします。目標は1年間怪我しないことと試合に出てヴェルディを勝利に導くプレーをしたいなと思います。何か趣味とかあったら教えてください。趣味ですか、はい、趣味はワンピースが好きなのでそれの考察とかを見たりしているのが趣味です。なるほど、わかりました。ありがとうございます。では続きましてリファーレン長崎より完全移籍で加入しましたゴールキーパー高際徹選手。高際選手もご挨拶とプレーの特徴を教えてください。
はじめまして、ディファーレン長崎から加入しました高木亘です。自分のプレーの特徴は、シュートストップだったりクロスボールの対応です。今季の目標もお願いします。全試合に出場してヴェルディを J1 昇格に導くことです。ヴェルディに対してどんなイメージをお持ちでしたか？まあ、みんなうまいなという印象があって、来るの楽しみにしました。何かたくさんも話された選手とかいますか？まだ初日なんであんまり話せてないですけど、徐々に話していければいいかなと思います。わかりました、ありがとうございます。では続きまして、バスケスバイロン選手お願いします。まずはご挨拶とご自身のプレーの特徴を教えてください。皆さんはじめまして、いわき FC から加入しました、バスケスバイロンです。僕はバイロンって呼ばれるのでみんなバイロンと呼んでください。プレーの特徴は、そうですね、サイドからの、ドリブルからの、突破であったりゴールに絡むところです。今季の目標はありますか？そうですね、しっかり日々努力して、このチームに貢献できるように、頑張ることです。今回新加入選手の皆さんからバスケ選手がバイロン選手が結構面白いキャラクターだと伺ったんですけど、はい、それはないです、はい、全然面白くないです。すみません。あとこの顔で日本語を話すので、皆さんよろしくお願いします。すみません。わかりました。ありがとうございます。バスケスバイロン選手でした。ありがとうございます。では続きまして、国士舘大学から加入いたしましたアカデミー出身のディフェンダー、谷口博人選手。ご挨拶と、そしてご自身のプレーの特徴を教えてください。国士舘大学から来ました谷口博人です。自分のプレーの特徴としてでは、攻撃の一歩となる縦パスだったりビルドアップ、そして1対1だと思ってます。今シーズンの目標はいかがでしょうか？プロ1年目関係なく、多く試合に出てヴェルディの勝利に貢献することです。アカデミー出身ですけど、目標とされる選手とかいらっしゃいますか？目標は深澤大輝選手だったり、渡辺康太選手が尊敬している先輩なので、アカデミーの選手からも憧れられるような選手になりたいです。ありがとうございます、谷口選手でした。そして法政大学から加入いたしました宮本優選手。宮本選手もご自身のプレーの特徴、そしてご挨拶をお願いします。はじめまして、法政大学から来ました宮本優です。自分のプレーの特徴としては、ディフェンスラインからの運びであったり対人の強さ、運動量だというふうに考えております。今季の目標はいかがでしょうか？今季の目標は開幕からスタメンをしっかり勝ち取って試合に出続けるっていうのと、まずは10試合出場っていうのを目標にやっていきたいなっていうふうに考えています。初めてサポーターの皆さん、宮本選手を見たという方もいらっしゃると思うんですけど、宮本選手ご自身がどんなキャラクターだっていうふうに思われているか教えてください。そうですね、すごく親しみやすい性格だとは思うので、積極的に声をかけていただければと思います。なんて呼べばいいですか？ゆうって呼んでください。わかりました、はい、ありがとうございます。では続きまして、日本体育大学から加入いたしましたフォワード川村圭人選手。ご挨拶とご自身のプレーの特徴を教えてください。はじめまして、日本体育大学から来ました川村圭人です。自分のプレーの特徴は、スピードを生かした背後の抜け出しや前線からのプレスと、貪欲にゴールへ向かう姿勢です。今季の目標はいかがでしょうか？目標は、開幕からスタメンを目指して日々努力して、得点を取ってチームを勝たされるプレイヤーになりたいです。何点ぐらい取りたいとかありますか、ルーキーイヤーから？やっぱフォワードなので、2桁以上を目指して、頑張っていきたいと思います。貪欲なプレースタイルとおっしゃいましたけど、こうイメージしている選手とか、いつも見ている選手ってどなたになるんでしょう？いつも、特に、大学時代見ていた選手は、岡崎慎司選手、のプレーをよく見本にして、見ていました。わかりました、楽しみにしています、ありがとうございます。では続きまして、明治大学から加入いたしました
ミッドフィルダー稲見哲之選手。稲見選手もご挨拶とご自身のプレーの特徴を教えてください。はじめまして、明治大学から加入しました稲見哲之です。ポジションはボランチをやっています。プレーの特徴としましては、球際でボールを奪い切ることだったり、運動量が自分の武器だと思っています。今季の目標も教えてください。今季の目標は、まず今怪我をしているので、しっかり治して、あとは試合に出ることでチームに貢献したいと思います。明治大学大卒ルーキーで加藤選手と今並んでらっしゃいますけど、結構仲がいいんですか？そうですね、結構オフとかでも遊んだり仲がいいです。じゃあ、加藤選手のことも紹介してもらっていいですか？加藤選手の前に。加藤は、まあ、意外と天然な部分があって、あと田舎出身なので結構なまっているっていうのが加藤の特徴だと思います。わかりました。この後楽しみにしています。ありがとうございます。さあ、それではその今紹介してもらいました、明治大学から加入いたしましたディフェンダー加藤蓮選手。加藤選手もまずはご自身の、プレーの特徴、またご挨拶をお願いします。はじめまして、明治大学から加入いたしました加藤蓮です。ポジションはサイドバックです。プレーの特徴といたしましては、1対1の対人の強さと90分間戦い続ける、タフさであったり、運動量というのが自分の特徴です。今季の目標は何でしょうか？まずは本当に開幕スタメンというところを狙っていきたいと思っていますし、まあ、1年間通じて、試合に絡み続けていきたいと感じています。あまりなまっていないですよね。そうですね、あんまりなまってはいないと思うんですけど、ちょっと稲見の間違いだと。じゃあ、その稲見選手のこともちょっと紹介してもらっていいですか？自分より結構キャラがみんなにいじられるキャラだったので、明治大学の時から、なんで本当に誰からもう親しまれる選手だと思うし、みんなも、いじってもらう、みんながいじってくれるのを期待してると思う。わかりました。じゃあ、はい、ぜひいじられるのは私たちも楽しみにしています。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、続きまして、今季ベルディに復帰いたしましたディフェンダー佐古真綾選手。佐古選手、よろしくお願いします。ご挨拶と、まず、改めてご自身のプレーの特徴を教えてください。藤枝真由 C から、帰ってきました佐古真綾です。特徴は左足のキックと高さです。今季の目標は何かありますか？目標は少しでも多くの試合に出てチームの J1 昇格に貢献できるように頑張ります。レンタルで頑張ってきましたけれども、どんなものを身につけて、どんなことをベルディに還元したいというふうに考えていらっしゃいますか？そうですね、サッカーはそのプロ1年目でいろいろ悔しい思いだったり、そういう思いが強かったので、その思いっていうのを向こうで何してきたかっていうのをベルディでサポーターの皆さんの前で表現したいと思います。わかりました。楽しみにしています。ありがとうございます。では最後に、東京ヴェルディユースからトップチームに昇格いたしましたミッドフィルダー西谷亮選手。西谷選手もまずご挨拶と、そしてご自身のプレーの特徴を教えてください。ヴェルディユースから昇格しました西谷亮です。特徴は前への推進力と中盤での展開力です。今季の目標は何でしょうか？年齢関係なく1年目から多くの試合に関わり続けれるような選手になることが目標です。ユース出身としてこのヴェルディのトップチームでプレーするということに関しては、ご自身どのような思いをお持ちなんでしょうか？小学4年生からアジスタのピッチでその戦っている選手たちを見てきたので、その舞台にやっと立てるっていうので、今気持ちがすごい高くなっています。楽しみにしています。ありがとうございました。西谷選手でした。以上が今シーズンの新加入選手となります。画面の向こうからではありますが、どうぞご覧になっている皆さん、今一度大きな拍手をお送りください。さあ、それでは続きまして、フォトセッションに移らせていただきます。
では続きまして東京ヴェルディアカデミーダイレクター寺谷真由美より現在取り組んでいるヴェルディメソッドの紹介とともに皆様にご挨拶を申し上げます。寺谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アカデミーダイレクターの寺谷です。2022年シーズンにつきましても、我々ヴェルディアカデミーは今まで以上に、個人のにフォーカスして個人を育成するというところを大事にしていきたいと思っています。まあ、その中でユース、ジュニア、ユース、ジュニア、まあ、各カテゴリーがより高いレベルで、いい環境でゲームができるためにはやはり勝って上のレベルの試合に、戦っていくことがすごく重要だと思うので、もちろんそういった部分も大事にしていきたいというふうには考えています。で、今年から、アカデミーダイレクターの他にヘッドオブコーチングといいまして、まあ、よりサッカー面、グラウンドでの指導のところをより強化するために、中村忠さんにヴェルディに戻ってきていただきました。で、今後個別育成のところで、個人によりアプローチしていって一人一人を、成長させていくためにより密な関係を、ヘッドオブコーチングの中村さんには築いてもらいたいなというふうに思っています。そしてまたまだアカデミーのスタッフは若いコーチたちもたくさんいるので、まあ、そういったコーチたちに対してもいい指導をしていただければありがたいなというふうには思っています。まあ、本当に選手たちは成長過程もまちまちですし、画一的な指導ではなくて選手個々に寄り添った指導というのを今年は、まあ、よりフォーカスしてやっていきたいというふうに考えています。応援よろしくお願いします。寺谷さん、ありがとうございました。続きまして、11年ぶりにヴェルディに帰ってこられました東京ヴェルディアカデミーヘッドオブコーチング中村忠氏より今シーズンの取り組みや目標を含めまして皆様にご挨拶を申し上げます。中村さん、よろしくお願いします。こんにちは、中村です。私はもう今年なんていうんですかね、非常にこうワクワクしながら、ね、仕事をやっていきたいと思っています。というのはやはりヴェルディというチームは育成組織から、まあ、スクールを含めて非常にレベルの高い選手が、今でも世界にどんどん羽ばたいていってる。で、そこに少しでも力になれればと。で、今いる子たちをもう本当にトップチームで躍動させることが大きな仕事の一つかなというふうに思っています。で、それには当然このヴェルディグランドでやっている選手だけでなく支部の方々の力も借りて、本当に、広い目でヴェ、ルディをね、また J1 の舞台にそして、世界に羽ばたく選手を一人でも多く、作っていくというところで頑張っていきたいと思います。何ができるかまだ今年始まったばっかりなので、分かりませんが先ほど寺谷さんから話があったように、一人一人の選手とどのように向き合うか、でその選手のためにどういうふうにトレーニングしていくか、どういうふうにアドバイスしていくか、どういうふうに寄り添っていくかっていうところを、1年間、ね、考えながら取り組んでいければ先ほど言ったような目標が2年後3年後数年後に、大きなものとなるのではないかと、そういう気持ちを持ちながら今年1年戦っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。中村さん、ありがとうございました。以上をもちまして2022シーズン東京ヴェルディ新体制発表会見を終了させていただきます。東京ヴェルディは2月26日もしくは2月27日に栃木 SC とホーム開幕戦を戦います。正式な日程と会場は1月21日に発表となります。ぜひ当日は会場までお越しください。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今シーズンも東京ヴェルディをよろしくお願い申し上げます。
今年は2桁得点できるようにレイラーっていうのをまず掴み取りたいなっていう J1 所属のために自分が力になれれば攻撃が活性化されるようなプレーをもう本当にすごいワクワクしてるのであ、はい、誰よりもお辞儀が深かったです。本当ですか。一番丁寧なんです。ではお帰りなさいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ベルディにプロサッカー選手として帰ってきてベルディのために待ってください。やばいっす。いろいろお世話になった人たちに、まあ、感謝の気持ちを、まあ、ぶつけれたらなって思ってます。一番ちゃんとしたコメントっすね。サポーターの皆さん、ベルディの J1 昇格のために1試合でも多く試合に出て全力で精一杯戦いますので応援よろしくお願いします。